皆さんこんにちは。ジャパトラザー語り方、本庄康代です。今日お届けするのは奥の細道。こちらは俳句の神様松尾芭蕉が全国各地を旅行したものを後に弟子たちがまとめた旅行記です。皆さん俳句ってご存知ですか？世界最短の文芸と呼ばれているもので日本に古くからあります。五七五、五音、七音、五音でまとめたものになります。最近はヨーロッパやアメリカでもその国としての俳句とても流行してるんですよ。この作品は全部で50数句ある中で我々12句にまとめました。それがとても大変な作業でしたが聞き応えがあると思います。なぜなら私が俳句を読むだけではなく、その後に中井智也が節をつけたこと歌にしてるんです。そこがとてもジャパトラ流だと思います。3ヶ月に及ぶ長い旅をキュキュッと詰めて皆さんと一緒に芭蕉さんの旅に出ませんか？それでは参ります。いざ出発。元禄2年1689年3月27日、芭蕉は門人の空を同行し、道の句では越後美濃の国に向けて江戸深川を出立した。芭蕉46歳である。芭蕉は長旅になることを思い、自分の住んでいた草庵を人に譲った。この草庵も世の無常、流転の習いに漏れず、新しい主によって華やかに雛を飾る家になるであろう。芭蕉の住んでいた草庵がそうであるように、万物は流転し、月日はとどまることを知らず、まるで二度と帰らぬ旅人のようである。人間もまた流転の中に旅を住みかとし、先人の多くは旅の中に死を迎えている。芭蕉は遠く先人を忍び、漂泊の思いに駆られ風郷の旅に出ようとしていた。行く春や鳥なき魚の目は涙。Thank you.
出立の日、芭蕉は門人たちと船で深川から千住に行き、日光堂に漂泊の旅の一歩を記すのである。春はとどまることなく過ぎて行こうとしている。旅に出る芭蕉に鳥はしきりに鳴き、幕府御用達の魚丼や門人の三風は目に涙を浮かべている。この世は夢幻の世とは言いながら、前途は未知の国の遥かなる旅路である。芭蕉は自分を見送っている門人たちとの惜別の思いに胸が塞がれた。奥の細道の旅を貫く最初の別離である。荒唐と青葉若葉の日の光。キツツキも伊予は破らず夏木立。キツツキも伊予は破らず夏。日光に到着した芭蕉は、日光山の青葉若葉が日の光にさんさんと照り輝いている美しさや、日光東照宮の荘厳な佇まいに心を打たれ、また徳川家康の遺徳を忍び、ああなんと尊いことであろうと感嘆したのである。千住を出立したのが行く春、そして早くも夏木立である。時の移ろいは休むことがない。日光参詣を終えた芭蕉は下月の黒羽に行き、禅宗の名刹雲巌寺を訪ねるとともに、この寺の奥にある仏頂和尚の庵跡を訪ねた。芭蕉の禅の師である。仏頂和尚が江戸に滞在した折、芭蕉は和尚を訪ねて禅を学び、参禅を行った。芭蕉は生涯にわたって禅からの影響を色濃く受けている。この寺をつつき破るキツツキでさえ我が師仏頂和尚の住んだ朽ちかけた庵を破らずにいるではないかと、芭蕉は庵の柱に書き残した。芭蕉は道の句の玄関、歌枕として有名な白川の堰を越え奥州道に入った。そしてこの旅へ駆り立てた第一の場所である松島を後にして平泉に到着した。夏草や強者どもが夢の後、さみだれの振り残してや光堂、
奥州藤原三代の栄光盛衰に思いを馳せた芭蕉は、源義経の館のあった高太刀の丘に登った。藤原三代の栄華も、義経主従の戦いも、今はただ生い茂る夏草の中に埋もれ、一条の夢のようである。芭蕉は、国破れて山があり、城、春にして草青みたり、敬愛する中国の詩人、徒歩の詩を思い出し、時の経つのも忘れていた。光堂は平泉中尊寺金色堂のことであるが、藤原三代の棺を納め、すでに150年の歳月が経ちながら、在りし日の面影を今にとどめているのは、さみだれがこの光堂だけは振り残したのではあるまいか。芭蕉の心に燦然と輝く光堂の歴史と、幾時代の間降り注いできた五月雨の光景がありありと浮かんでいた。無常迅速な世の中で時の風雪に耐えてきた光堂を目の当たりにし、芭蕉は深く心を動かせていた。平泉を後にした芭蕉は旅への意欲を盛んにし、土地の者に勧められ寄り道をして立石寺を訪ねた。全山岩をなす山寺の立石寺である。岩山は物寂しく静まり返り、セミの声が一筋に澄み通って岩の中に染み入るようにさえ感じられる。セミの声に耳を傾けていると、一切の雑念が消え、深い静寂の中に心が溶け込んでゆくようである。静かさや、岩に染み入るセミの声。セミの声の言葉が新刊とした立石寺の姿を彷彿とさせる。芭蕉は季語のセミに思いを託し、長い歴史の信仰の山、また立石寺の性質を静かさやと読み、自然の大きな懐に抱かれていた。立石寺を後にした芭蕉は、最上川の船下りをすべく、船着き場である大石田に出て、船宿の主のもとで船待ちをした。芭蕉は、土地の人々への挨拶の心を込めて、五月雨を集めて涼し最上川、と、眼前の大河を読んだ。しかし、乗り込んでみると、五月雨を大きく集め、水かさの増した最上川は凄まじい速さでとうとうと流れており、涼しから早しへと発想を飛躍せずには折れなかった。激流に揉まれながら大河を船下りしている臨場感、
躍動感にあふれた句である。さみだれを集めて林最上川。最上川の船下りを終えた場所は、山岳信仰の霊場である羽黒山、月山、湯殿山の出羽三山を目指した。修験道の聖地である。雲の峰、いくつ崩れて月の山。場所は羽黒山から月山に登り、山頂で一泊。翌日、月山から湯殿山を回り、羽黒山に戻り、三山巡礼を果たした。月山は三山で一番高い山である。炎天にそびえ立っていた雲の峰が一体いくつ崩れたのだろう。夜になって月光があまねく降り注ぐこの山は、月の山の名にふさわしい姿ではあるまいか。芭蕉は散々巡礼を果たした大きな満足感に満たされていた。芭蕉は羽黒山を立ち、日本海の酒田に向かった。酒田は北前船の寄港地として栄えた日本海最大の港町である。酒田にしばらく滞在した後、この旅のクライマックスとなる北陸道に向けて旅立った。荒海や佐渡に横たう天の川。荒海や佐渡に横たう天の川。越後新潟出雲崎に到着した芭蕉は、奥の細道の傑作として有名なこの句を残した。日本海の荒海、その彼方に悲しい歴史を秘めた佐渡島が黒々と横たわり、銀河が白くさえざえとその上にかかっている。芭蕉は雄大な景色を読みながら、佐渡島の暗く悲惨な歴史に思いを馳せ、旅の憂いに包まれていた。出雲崎を出た芭蕉は北陸道の難所を越え、越中富山の市振に到着し宿泊した。一つ屋に遊女も寝たり萩と月。
芭蕉はこの宿でお伊勢参りの二人の若い遊女と泊まり合わせた。同じ屋根の下に世捨て人の自分とお伊勢参りの遊女も泊まり寝ている。なんとも不思議な巡り合わせではないか。庭には萩を月が照らしており、どこか遊女と自分とを象徴しているようではないか。不憫な遊女の境涯に芭蕉は胸を痛めていた。つかも動け、我が泣く声は秋の風。つかも動け、我が泣く声は秋の風。芭蕉は北陸第一の都、金沢の宿に着くと、かねてより文通のあった門人一照に連絡を取った。一照は芭蕉の来訪を待ち望んでおり、芭蕉もまた金沢に来たのは一照に会うのが目的でもあった。だが一照は去年の冬に溶接していた。芭蕉は驚き落胆した。私に会うことをひたすら願っていたというあなたの墓の前に立つと、秋風が激しく音を立てて墓石を吹きすぎている。この風の音は私の慟哭の声なのだ。もし心があるのならば、つかも動いて私の声に応えてほしい。芭蕉の悲しみに秋の風もまた共に悲しみ、一生の死を嘆いた。つかも動け、我が泣く声は秋の風。芭蕉は金沢を出発し、越前福井を経て旅の結びの地、美濃大垣に到着した。3月下旬に江戸を立ち、ここ大垣に到着したのは8月下旬。実に150日に及ぶ長旅であった。門人たちは芭蕉の無事を喜び、日夜訪ねて旅の疲れをいたわってくれた。だが、芭蕉の漂泊の旅に終わりはなかった。伊勢神宮の20年に一度の遷宮を拝まんと、門人たちに別れの句を詠んだ。はまぐりの二見に別れ行く秋ぞ。離れがたいはまぐりの二と見が別れるように、今また私は二見ヶ浦へ新たな旅に立とうとしている。秋の行く気配がひとしお感じられ、流転の思い、漂泊の思いはとどまることがないのだ。万物は流転し、人生は果てしのない旅である。人は皆別れを繰り返す旅人である。行く春やで始まった奥の細道は、行く秋ぞの句で終わる。別離の一句が奥の細道の最後の句である。月日は白帯の価格にして行き交う年もまた旅人なり、
船の上に生涯を浮かべ、馬の口捕らえて老いを迎うる者は、日々旅にして旅を住みかとす。個人も多く旅に死せるあり。世もいずれの年よりか、変運の風に誘われて漂泊の思いやまず、尺八琵琶奏者の長須智香です。今回皆様にご紹介する楽器は尺八という楽器です。この尺八、木ではできていません。竹でできています。こちらにはまだちょっとボコボコした根っこが残っているんですけれども、前に穴を4つ、それから後ろに1つ、全部で5つの穴を指で開けたり塞いだりして音を変えながら演奏をしています。ちょっとどのような音が出るかやってみますね。今演奏した時に顔がこのように揺れたのがお分かりでしたでしょうか。尺八には首振りという奏法があります。首振りとは、首を振るのはちょっと難しいですが、顔をこのように横にゆったり縦にゆったりすることを首振りと呼んでいるんです。横にゆりますとビブラートのような役目をいたします。では今度縦に言ってみたいと思います。縦にしますと、上を向くと高くなり、下を向くと低くなり、このようにして指では出せない、作れない音を上を向いたり下を向いたりして音作りをしています。尺八の方は首振りをいつもいつもしているので、それも尺八を吹いている方を見ていると面白いところかなと思います。そしていろんな音作りをするときに穴の開け方も工夫をしているんです。一つの穴を1ミリぐらい開けてみたり、半分開けたりすることによって音を変えることができます。では
一番下の薬指を1ミリぐらい開けてみたいと思います。次は塞いで1ミリ開けて半分開けてみます。このように一つの穴でいろんな音を作り出しています。というわけでこのような音階も作れるようになりました。ドレミファソラシドも尺八では自由に演奏することができます。そしてちょっと吹いているところをお見せすると、ここ分かりますでしょうか。ちょっと扇のような角張っているところ、黒いところですね。これは水牛の角で作られています。そして中真っ暗ですね。実は黒い漆を塗っているんです。さあ、尺八という楽器、少しお分かりいただけたかなと思います。ぜひ尺八の魅力もジャパトラ座の公演でご覧いただいて堪能いただきたいと思います。尺八琵琶奏者の長須智香でした。